皆さんこんばんは。今日ご紹介するのは麺屋雪月花さんです。麻布駅から車で5分ほどの住宅街にあるラーメン店。店主さんが有名店純連で修行された経験を持ち、その洗練された味を求めて多くのお客さんが通うお店です。味噌ラーメン980円。香ばしいガーリックチップが浮いた濃厚なスープが特徴の看板メニュー。純澄系といえばの生姜もついています。いただきます。スープはかなり濃いめの味で熱々です。味噌の濃厚さとニンニクのパンチが効いていてガツンとくる味です。雪月花さんはもともと味が濃いめなんだそうで、注文後でも味を薄めるスープをいただけます。自分好みに調整できるのは嬉しいですね。上に乗っている生姜を溶かすと少しすっきりした味わいになります。それでもニンニクの強さが勝っているかも。カイワレも食べると口の中がすっきりしますね。濃いめのスープによく合っています。麺は森泉製麺のプリプリチューブとちぢれ麺。スープがしっかりと絡んでとっても美味しいです。チャーシューは香ばしくてジューシー、脂身がとろっとしていて最高です。肉肉しさがあって美味しいですね。具材はチャーシュー、もやし、キャベツ、かいわれ、ネギ、ガーリックチップ、生姜。もやしがシャキシャキでうまい。キャベツは少しだけ入っていましたよ。メニューは味噌、醤油、塩、辛味噌、辛醤油。さらにつけ麺やニラ辛味噌、ニラ辛醤油もあります。醤油やニラ辛味噌も結構人気なんだそうです。お店は通し営業なので遅めのお昼ご飯でも大丈夫。小上がりの席もあるのでお子様連れでも来やすいですね。今回初訪問だったので、実は食べ終わってからスープを薄めることができることに気づきました。卓上に濃さが選べるって書いた紙があったのに、そのままの濃さだと私的にはかなり濃く感じたので少し薄める方がおすすめです。次来たら醤油を食べてみようと思います。ごちそうさまでした。地下鉄南北線麻布駅から徒歩18分、車で約5分です。駐車場は5台、席数は15席です。ご視聴ありがとうございました。ぜひ行ってみてください。